トリックトリックの登場人物トリックの登場人物はテレビドラマトリックに登場する架空の人物について解説する。ナオコの自宅、池田僧として使用された東京都荒川区東奥八丁目の青い僧自称超売れっ子美人マジシャン。夢はラスベガスの大ステージに立つことであり。 偉大なマジシャンであった父に追いつくことを目標に、マジックの道に入り上京した。得意なマジックは、トランプマジックとゾンビボール。聖座若兄座。黒門島出身で、長野在住の書道家の母、里美と、天才マジシャンの父、合蔵を親に持つ。黒門島関係者からは、母親譲りの強いシャーマンの力を受け継いでいると、されている。極めて疎骨でよくつまずいて、 転んだり、穴に落ちる。好奇心旺盛かつ甘の弱なため、痛い目に遭うことがある。行儀も悪い。銀行口座も持っておらず、社会的な信用は全くない。妙に見えっぱりなところがある。倫理観は一般の人と若干異なる。携帯電話は生じしていないが、かける相手がいないので、アパートの固定電話だけで間に合っている。かけてくる相手は大半が上だからで、 あとはたまに、実家の母、里見からかかってくる程度である。生活が苦しいこともあるが、金銭欲が激しく時に犯罪に手を染めることもある。また、食べ物に対する執着にも凄まじいものがある。インチキ霊能力者らと対決するのは尊敬していた、亡き父が生前、超能力者、霊能力者の存在を否定し彼らのインチキを暴いていたからで、 彼女はその性格と意志を受け継いでいる。霊能力者らと対決する際は普段と打って変わって、観察力がさえ、マジックのトリックを応用した数々のインチキな霊能力を見破っている。しかし、母のインチキ商売や論理的な問題、または黒門島絡みの事件の時には全く歯が立たない。これらの問題に関しては、大抵、上田があっさり解決する。 日本科学技術大学理工学部の教授。専門は、物理学。自称 IQ240、灰島出身。1965年11月4日生まれのサソリザ。東京都世田谷区奥沢9丁目3番12号、自由が丘マンション106、母の泉宝女子村へと通じる。橋直子らが、宝女子村で2番目に創作した家殺害された。 梅木隆一が見つかった現場と上田が気絶した、道路水上層、鈴木義子の家、深見広明邸バリセイや四季笑顔がこぼれる海北さ、村役場白木の森入口神が、内石ミュージアム神が、内村役場五姉妹村、金井玄三の家、西園寺家西園寺家の門。ありがとうございます。